マガツ花、銀行の楓。苦しい。何？首に何か。あんたのせいよ。あんたのせいで、ナオが笑ってくれん。邪魔な女。あんたを取り込んだら、ナオは喜んでくれるかね。誰か。電話。マサヤ。マサヤ。マサヤ。ナオを苦しゅうするだけの人なんて、さっさと消してしまおうね。医長、やめなさい。何？急に楽に。どうなってんの？はぁ、ひどいなぁ。本気出すことないが。何するん、クレナ。楽にしてあげる。胃腸が背負ってる人の魔を私が吸ってあげる。そしたら戻って来られるかもしれない。何言っとるん。私なら背負える。だから。やめて！やめて！いらん。そんなのいらん。全部ナオのもの、クレナには渡せれん。はい。胃腸。どんなにクレナがエローても、ナオのことだけは譲らん。気持ちも汚れも、全部全部私のもの。小さい時からずっと、ずっと見てきたんよ。お話ししてきたんよ。私だけの、可愛いナオじゃもん。知ってる。でもダメ。それでもダメ。私は、親友の願いを叶えたいって私のわがままで、あんたに人を殺させたくない。クレナ。私が指一つ動かせない。こんなに魔が差してたなんて。一応、もう助けられないの。諦めたくないのに。そこでじっとしとって、すぐ終わる。恨まんといてね。ナオのためじゃけ。さ、よ、な、ら。一応！ごめん。え？ごめん。一応、ごめん。刀、クレナの。お腹。ごめん、ごめん。ごめん、医長。僕が悪いんだ。医長、医長、医長、医長。泣かんで、ナオ。ごめん、ごめん。僕が悪い。ごめん、一応。僕は、先生を守らなきゃいけない。僕は、いつも自分のことしか考えてなくて、先生のこともきっと憧れて好きなんてとても言えないことをしてた。優しい人に甘えるだけ甘えて、本当はいつも励ましてくれた、話を聞いてくれた医長のことが大切だったのに、こんなになるまで気づけなかった。ごめん、ごめん、医長。ナオは優しいね。ありがとう。よう頑張ったね。いつも勝手で
ごめん。ええんよ。だって私、ナオの一番の味方じゃもんね。ナオがすること、私がダメ言うわけないが。私は大丈夫。先生、助けてあげてね。医長、このまま持ってくけ。なおの汚れ取らんといてね。わかった。ねえクレナ、クレナは嫌いって言うけど、私岬の桜の話、白い狐様の恋物語好きなんよ。え？人と狐は違う。じゃけど、どんなに辛くて悲しくて痛くても、自分を見失っても、それでも全部ひっくるめて大切だって思える。なおのこと好きじゃった。愛おしかった。私後悔しとらんよ。私ね、あの桜が美しく散れば散るほど、白い狐も幸せじゃったって、そう思いたいな。クレナには、難しいかな。何、言ってんの？ねえ、クレナ、私、ちゃんとやれたでしょ？多分、上手じゃなかったけど。うん。ありがとう。大好き。知ってる。なお、愛しとるよ。幸せになってね。よく、できました。先生！先生！大丈夫？赤宮くん？あれ？私、どうしたんだっけ？なんで赤宮くんがここに？よかった。よかった。生きてて。何？どうしたの？若宮くん？旅立ちにぴったりの快晴だね。わざわざ見送りに来てくれてありがとう、若宮くん。いいえ、先生、頑張って。応援してます。もう先生じゃないよ。それにね、理由がちょっと不純だから胸張れないかな。実はさ、いろいろあって恋人と別れちゃって。それで一つ踏ん切りがついたんだよね。この島のこと大好きだったけど、もっといろんな景色も見に行かなきゃなーって。いろんなとこ旅して、たくさん写真撮って、いつか個展を開くんだ。そのための卒業。素敵ですね。いいな。僕、先生のこと好きでした。ありがとう。私も君のこと応援してる。君も卒業おめでとう。ありがとう、先生。お元気で。
さよなら。じゃあね。あ、バカナオだ。バーカバーカ。あ、バカナオだ。バーカバーカ。うるさいな。なんのよ、クレナ。別に。あの先生、出てったんだね。うん。その、ありがとう。何が？あの時のこと。みんなの記憶、消してくれて。先生の記憶、消してくれて。うん。お願い、島のみんなの記憶を消して。お前は消せるんだろう。先生は巻き込まれただけなんだ。わかった。あと先生の記憶も。ん？先生に僕との記憶は必要ない。一緒にいたことも、勉強を教えてもらったことも、手をつないで帰ったことも、名前で呼んでくれたことも、先生にとってはどれも不要だ。決して。あんたは？僕はこの痛みを忘れちゃいけないから。結局、あの時点ですでに島からいなくなってた人の記憶までは、どうにもならなかった。うん。いい人ぶりっ子！結局、胃腸だけじゃなくて、クレナも利用した。いい人ぶりっ子！結局、偉そうなこと言って、自分の都合ばっかりだ。そうだね。それも、僕の罪だ。全部、自分で背負うよ。いい人ぶりっ子。でも、少しだけ見直した。そうでないと、胃腸に顔向けできないから。どこに行くの？今日から、人の世と神の世を分ける。え？決めた。どこまで行っても、人と狐は違う生き物。関わる限り、悲しみは連鎖する。人の魔は生まれ続けて、私たちを蝕み続ける。関わらない！関わらない。そう。人は弱い生き物だから。私たちは人の魔を吸う生き物だから。それでもきっと私たちは愛し続ける。島とあなたたち人間を。もしかしたら、世界を隔てても何も変わらないかもしれない。悲しみは終わらないかもしれない。それでも私は、仲間を守りたい。人間なんて大嫌い！人間なんて大嫌い！嘘、好き。じゃあね。じゃあ、僕は、汚れを殺す生き物になる。僕は胃腸を忘れない。辛さも、悲しさも、痛みも、この身に背負って生きる。人が産む魔を召して、必ず、いつかまた、人と神様が語らえるように、この島を守る刀になるよ。で、勝手にすれば？で、期待なんてしないから。ありがとう。あれ？クレノが喋らなくなっちゃった。ただの狐になっちゃった？あれ？クレノが喋らなくなっちゃった。ただの首巻きになっちゃった？
約束する。守るよ。僕が神様と過ごした大切なこの島を。おーい、若宮、何やってんだこんなところで。あ、うん、ごめん、今行くよ。この世界には神様がいる。四季のように移り変わる人の心に惑わされながら、それでもなお人を愛さずにはいられない。そんな儚くも強く美しい神様が、これは人と狐との繰り返される悲恋の一片。きっとあれは悲恋に抗う始まりの人たち。